すごい人ですね。お、ありましたね。駐車場からちょっと歩いたら、そうですね、駐車場から200メートルってどこですか、うん、フップスだけ、登山口戻ったらあります、はい、ほら、北アネクマ、かっこいい名前。おお、人がかなり多いから、はい、安心感、ね、安心感あります。今日上にも駐車場がありますか。完全に、はい、完全にミスですね、これ。そうですね、初めてなんでね、来たもね、ずっとでも4台ぐらいしか止まってないですけど、止めていいのかな。あ、入山届けはかなりダメです。あ、そうですね、入山届けポイント、はい、それすると山によって全然違いますよね。そうですね、書式みたいなのが、はい。マジオール、ようやく1合目。暑いから脱ぎます。まだ緑が生い茂ってます。森林浴、森林浴。あ、てかなんかこれすごいですね、わざと倒したんじゃないかっていうぐらいの電車のなんか運転席みたいになってる。すごい、これ2つあるんですね、ここは。そうなんですよ、右はでもほとんど行ってないんで、うん、そうですね。あ、北尾根コースこっちですね。2号目、2号目ですね。パチ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 パクパクですね。パクパク、あとこれを5回繰り返したら山頂に行く。そう、3号目。着きました。とどまつや、うん、いやマイナスイオンですね。本当ですね、はい、この時期ですね、登山は。いや、本当ですよ、一切虫を感じない。虫感じないし、これがいいですね、はい、寒いなと思っても暑いじゃないですか、やっぱり、はい、これ夏だったらもう多分2リットルの水なかったら無理ですね。全然まだ飲んでないですから。そうですね、ちょうどいい、ちょうどいい。4号目タバコ来ましたよ。4、ああ、すごい、結構上がってきてますね。上がってるですね。ああ、ちょっと見える見える、だいぶ勾配きちい、結構急になってきましたね。はい、天井不合目着きました。そうですね、5合目3分の1が今、はあ、終わった。この辺でね、取っとかないわ。7号目が見晴らし台になる。そうか、だいぶ3番っぽいのありますね。あります、違うか、見晴らし台なのかどうか。はい、お、7号目7号目。7号目なんか立派、立ち枯れの立ち枯れ。7号目来ましたね、はい、おー、動画撮んなければ。戻りますか。
いや、もう見晴らしが過ぎてます。なんてことだ。7合目を見晴らし台にしなかったんですね。あー、そうっすね。見晴らし台あって7合目なの、はい、過ぎちゃった。休憩ポイントが8合目で休憩しました。7合目からはヤブがすごいです。すごいですね、道が狭い。みんなこんなとこ上がるんだ。身軽ですね。かなんかわかんないけど変な形の音。もうちょっとで500人行くんで、皆さん登録お願いします。今で493でしたね。おお、7人。はい、ただちょっと減ったり増えたりしてるんで登録解除しないでください。切実な、これ切実なお願い。おお、これすごい道ですね。でもこれ確かにロープないと登れないですね。降りる時も大変そう。持ちながら GoPro 片手に。すごいですね、この木で支えてると思ったらちょっと怖いですね。ほありました。はい、ありました。ここからまた山頂を目指して行きましょう。8合目着きました。8合目がない。8号米かって来ましたね。あ、なんか8号目ぶっ壊れてる。あ、本当だ。で、新しく8号つけたんで。山頂へ、天国、ヘイブンに行けます、これで。天国へ。はい、天国へのロープ来たら本当に使わないですね、崖エリア。うわ、出てきたロープ。あ、ここですか。はい、なんか楽そうだ。よいしょ。これ崖、左側崖、これびっくりポイントですね。あ、これ多分そうですね。はい、こっから危険なので撮影は山頂まで大預けです。何でしようと思ったけど、やっぱ撮影したくなるですね、こういう岩。険しい。9合目来ました。お、虹だ。虹だ。虹だ。虹。お、すごい、そこまで。もうちょっとでこう見えますね。四国の半分虹だ。うわ、すげーね。着いたっす。絶景、これまた絶景。最後の方は撮影困難ですけど、あれ片手で行きたくなかった。入れてよかった。もうそれ持たなくて。GoPro と一緒に
滑落するときどうすか。素晴らしいですね。今までで一番綺麗な。じゃじゃん。全然見える。何もないですね。うん。まあ360度パノラマス。あれ、ちょうど山頂上がってくれて晴れてますよ。はい。俺カラスもあれ見てますよ。景色。絵になります、ね。もうすぐ本当遠くまで見える。やべ、タルマ行きて。あの町なんですか。苫小牧ですかあれ。なんですか。なんか室蘭っぽいですよね。あっちの奥は。そうですね。ありがとう、フップスだけ。また来まーす。すごい。崖。最後は滑落しないで。滑ってないから。そうですね。波が全く来たから。ありがとう、シコスコ。お疲れ様でした。お疲れ様です。無事終わりましたね。終わりましたね。降りてきました。感想どうでした？フップスだけ。素晴らしいですね。素晴らしい。今までで一番良かったかもしれないですね。はいはい、なるほど。降りるのも意外とサクサクでしたよね。そうですね。1時間ちょっとぐらいですね。いや、そんなもんで降りましたね。うん、いやそうですね。あと、また次回に向けて。次回はどこですか、ね、これ冬ですか、次は。冬、ギリギリですよね。標高高いとこだと雪積もってるんで、まあ、標高低いとこで山納めして、で、冬登山。イン、冬登山。ピッケル買います。ピッケル。次は。ピッケル。ピッケルかっこいいから。じゃあ、ピッケル買いに行こうかな。